目標のスタイル自体が、どういうスタイルかというと、ちょっとお見せします。このような、スタイルにしたいので、ちょっと表面の方を少し段入れて、前髪はちょっとこれとは違うんですけど、このような感じに切っていきたいと思います。すごい簡単な切り方でいきます。でまず彼女結構癖毛なんですね。で癖が強くて、癖って引っ張ると戻ります。引っ張って切ると戻るっていうことはどういうことかというと、じゃあ例えば、ギュッとこう引っ張って切っちゃうと、切った断面が戻りますね。ってことは跳ねたりとかしちゃいます。まず今日はノーテンションでカットしていくっていう部分ですね。それがまず1点。はい、これが、うちのカット、ハイヤマカシ流のカット、僕流ですね、カットですね。これはコンベックスでカットしていきます。癖毛の場合はコンベックスで切らないと、跳ねます。なぜ跳ねるかっていうと、この部分の遊びが、このコンベックスの遊びがなくなると外跳ねになったりとかしちゃうんですね。でよく外にこうひねって切ったりする方もいらっしゃるんですけど、外にひねってカットしてしまうと、やっぱ外跳ねのイメージになりやすいので、なるべく内側をイメージしてカットしていきたいっていうのが1点。じゃあどういう風に違うのかっていう部分ですね。例えばレザーカットした場合なんですけれども、レザーカットもですね、ウェットで、テンションかけた状態でレザーを入れますから、顕微鏡など、顕微鏡でわかんないか、拡大してみると結構その歯の一発目の入り側のところがどうしてもコンケープまでいかないんですけど、ちょっとえぐりで入ってしまうんですね。なのでこのレザーで切った、感じよりも、よりシザーでちょっと丸くカットしていった方が癖毛の場合は収まるっていうことが分かりました。でチョップカットですね、チョップのカットをすごい丁寧に切られていいと思うんですが、チョップっていうのは実は毛先がばらついてしまうんですね。チョップの入れる角度にもよるんですけれども、チョップカットっていうのは、一見収まりよく見えるんですが、毛が一束一束独立してしまうことによって、結果収まりが悪いカット、ちょっと硬いカットになるんですね。なので僕はしません。なのでこのですね、シンプルなこのカットを、普段はね、ダッカーで留めてカットしたりはしないんですが、ちょっと感覚的な部分になってしまうので、今日は分かりやすくダッカーで留めながら、それをちょっとやってみたいと思います。まずアウトライン決めないと、ゴール地点が決めないとそこにつなげていけないので、まずゴール地点を決めていきたいと思います。はい、ある程度コーミングをしてください。切る前にコーミングをしっかり入れて、髪の毛のもつれがないかとか、ちょっと入れてください。はい、そしたらもうコームは使いませんので、ノーコームでカットしていきたいと思います。で先ほど言ったように肩に当たる、さらに指をこういうふうにカットしてしまうと外跳ねになってしまいやすいので、僕は上切りっていうか上から持ってきます。はい、ちょっと切ってみますね。この辺がちょっといらないかなって、ここでお客さんとディスカッションしながら僕はカットしていくんですが、多分ここ当たるかな、ここいらないですからね、ここいいっすね、こうしたいから結構ダメになっちゃってるからね、ここいりませんので、はい、上からノーテンションで持ってきて、イングラをイメージして、ちょっとラインを一回作ってからぼかしていくので、ラインを一回作ります。ラインがないとちょっとゴールが分かんなくなってしまうので、はい、ノーテンションでカットしていきます。えって思うかもしれないですけど、これは研究した結果ですので、ここでまずラインを、上切りで作っていきます。で上切りのポイントとしては、このつむじからまっすぐ放射線状に、行くっていうことですね。これがブレてしまうと左右との差が出てしまうので、すごいシンプルなカットなんですけど、すごい勉強が必要になります。
で左右のガイドがちょっとね最初取りづらいんですけど、ちょっと長めから切っていって、合わせます。この時はなるべくイングラをイメージしてカットしております。はい、右手で玉をちょっと押さえてあげたら少しイングラに持っていきます。この時に体をだんだん入れ替えて肘を上げていかないと、長さがちょっとおかしいことになっちゃうので、指でしっかり挟むまでは体の位置を気をつけてください。で、あのバックセクションをカットしていきます。バックの部分もセンターまず切るんですけれども、はい、ちょっと下を向いてもらって、つむじからまっすぐの位置を上から取って、はい、一回掴みます。はい、でそこをカットしていきます。はい、で今度はその横ですね。はい、少し横にずれてつむじからローテーションの状態で上から毛を持ってきてカットします。すべてこのショーバルタンの R のシザーを使ってますから、コンベックスのつながりを作る、まあ後でねまたラインの方ちょっとあの見ていきますので、ちょっと頭を見てね。でこれであの何とか引き出していって、あと左右の長さを確認してコンベックスがちゃんとしっかりつながっているかっていうのを確認します。今こうすごい跳ねてますが、これまあ、あの前回のカットのラインがちょっと残ってるので今まだ仕方ないですね。あとまあこれ着てるのもあるので、どうしてもこういうふうに毛が逃げる位置がこっちになっちゃうので、でこの時に、まあ、今日ちょっとやらないですけど、より内巻きにしたいんだったらテイクセニング入れるともう一発で内巻きに入るんで、テイクセニングっていうのをやっていただけるといいかと思います。テイクセニングはちょっとお見せできないので、限定動画とかで配信してるのでよかったら見てください。でここで左右の長さを確認します。でバックの方も大丈夫かどうかっていうのを確認して、はい、いきますね。でちょっと離れてみた方がいいですね。はい、実際離れてみてラインが大丈夫なのかっていうのを確認してカットしていきます。はい、これでちょっと毛先の重さが出ました。はい、そうしてここからですね、あと顔周りのシャギーをちょっと入れたいので、ここだけ、サイドチェンジをちょっと使います。サイドチェンジってどういうことかっていうと、分かりやすくやりますね。イヤートゥイヤーから後ろを止めちゃってください。バンって簡単にやります。普段はちょっと止めないでやるんで、つながりを大切にしたいんでね、これ分かりやすく切るためにやってます。はい、そして、反対側に立っていただいてアルバで切りますね。でここはちょっとね、コーム優しく溶かすんですけど、はい、ちょっとこうします。反対側に立っていただいて、この下の長さのところを切らないようにして、ちょっとしたシャギを入れたいので、はい、ここに少し、ポイントはコームを最後まで入れないっていうことですね。最後は指だけでシェイプした方が、この研究結果だと丸く切れます。はい、こういう感じです。でここにシャギが顔間に入ります。で今度反対も同様にカットしていきますね。コームは最後の5センチぐらいでも抜いちゃうんですね。そこが細かいポイントです。くせ毛の方は本当に添えて切っていかないと結構難しいですね。結局家帰ってやった時に再現ができないんですね。だからなるべくナチュラルにやるっていうことですね。あとここ絶対えぐらないでくださいね。えぐっちゃうと丸い方が、このスタイルにも合うので、えぐる場合もあるんですけど、今日はえぐりません。はい、こんな感じに、入っております。はい、これですね。はい。で、ここからなんですけど、はい、すごい簡単にやりますね。もうこれ美容学校生でもカットできる方法なので、まあ上級者の方はここから見なくていいと思います。えって思うかもしれないので、内容的には。はい、では
指2本分です。指2本分、指2本分縦に線を入れましょう。はい、指2本分をまず取ります。で、ここでガイドなしでいくので、ガイドを作っちゃうとそこに縦の横のラインがちょっとできてしまうので、ここで先ほど僕が言ったここで、レザーで切ってしまうと、やはりこのテンションを入れてるところにレザーを入れます。レザーっていうのはノーテンションではカットできません。ネープだけは僕結構使ったりするんですけど、ノーテンションでできる場所はレザー使います。それ以外はやはりテンションをかけた状態で、こういうふうにこうカットしてはいくんですけど、結局、乾かした時に綺麗なこうコンベックスが作れないんで、パーマと相性が悪かったりとか、まあレザーの良さってのはやっぱりあるので、レザーの質感好きな方は全然いいと思うんですけど、やっぱりちょっと綺麗なコンベックスはまず作れないと思っていただいていいですね。そして、チョップカットですね。チョップでこう縦に引き出して、まあ、このままチョップでこう切るんですけど、チョップってのはなじまないですね。はい、でどういう風にしていくかっていうと、まず、ネープから、だいたい指2本分ですね、これ約3センチなんですけど、ここのベースは切らないようにしてください。この3センチから上のところをガイドとして取ってください。で、だいたいそのスタイルのどこから段が入ってるのかっていう部分ですね。例えばちょっと応用編になるんですけど、すごいそぎが入ってる方に段を入れちゃうとすごいスカスカになってしまうんで、そういう場合はもう段なしですいた方がいいんですね。伸びるまで待つって感じです。まあ、今日もちょっとそれに近い部分もあるんですけども、ちょっとその今日はちょっと内巻きイメージした感じでちょっとやっていきたいと思います。はい、でちょっと縦にねこうコームを入れていただいて、はい、ここに丸さを作っていきます。ここの、最初のところは自分がなんていうのかな、ここから段入れたいっていう場所はガイドなしで決めていただくような感じです。なので、まあ、ガイドがこうバラバラになって馴染む感じですか、馴染むというかその自然になる感じですね。バンとライン作ってしまったら楽なんですけど、まあ、ちょっと今日は作らないでやります。その時も、内巻きをイメージしてカットしていきます。コンベックスでこのようにカットしていきます。いいですか。今は R2 セニングっていうのでカットしたんですけれども、ちょっと見ますね。はい、ではカットします。これも本当単純なんで誰でもできます。はい、切ります。はい、ここを縦に下の3センチ落とします。ここは切りたくないんですね、ベースは。で、次そーっと取ってあげて、ここを、指をですね、こんな感じですね、 R 刃で丸くこうカットしていく感じです。で、ちょっと自信ないよって方は R2 セニングで、セニングでちょっとぼかしていきながらカットしてもいいと思いますね。はい、このような感じ。そしたら今度はここを止めます。はい、放射線状にカットしていきます。3センチ、基本はもう3センチと覚えていただいて大丈夫です。縦指2本の3センチのライン、下の指2本3センチはガイドとして、残すんで、ここは落とす。ここを切っちゃうとスカスカになっちゃうんで重さは残します。はい、で、少し内巻きのラインがそーっとこうなる感じで、この辺かなっていうところから、こういうふうに丸くカットしていくと内巻きに入りやすいですね。これはドライでカットするのが一番いいんです。癖が見えてる状態なんで、ウェットで切った時点でもうちょっとわからないんですね。はい、なので、この時もですね、この毛の、流れるこう位置ってあるんで、それに逆らわないような感じで材質を取ってください。で、ここが非常に難しいポイントなんですけれども、これガイドですね、ここ指3センチのところを落としてください。ここじゃないと穴が開いちゃうので、ここはねすごく難しい場所です。はい、丸さ、丸くなれっていうイメージが必要ですね。で、この角をコンベックス状にこう取っていくだけですね。
その時にハサミをこういう風に持ってしまうとすごいバランスが取りづらいんで、指をここに当ててください。ショーバルタンのここをポイントとしてブレないようにカットするにはこういう感じで、はい、ちょっとずつ、できない方はちょっとずつこう切ってください。ストレート刃だとなかなか切りづらいので気をつけてください。はい、また難しい場所ここです。はい、また3センチで取っていって、はい、ここまた3センチ、指2本分は、はい、このハイギアと同様な感じでちょっと落としちゃいます。いいですか、ここは切らないでくださいね。そうすると上が重くて下がスカスカな感じになっちゃうので、はい、また内巻きをイメージしたらここをカットして、こういう風にカットしていきますね。はい、止めます。これね、サイドつながなくて大丈夫なんですね。後でちょっとあの全体つなげる方法を教えますので、それで大丈夫です。はい、左右のつながりって出なくても、左右のつながりを出すよりも縦の丸さでつなげていった方が内巻きになるので、横は無視しちゃって大丈夫です。で、ここは、ハイギブラに対して3センチ落とします。はい、そしたらこんな感じで落ちるなっていう感じをイメージしながら R 刃でちょっと持っていきます。そんなに段たくさん入ってるスタイルじゃないので、この程度でいいのかなっていう感じですかね。はい、顔周りはさっきのシャギのところですね。顔周り止めて、はい、ここはさっきのシャギのところ、やはり同じように落としていただいて、はい、これがね、あんまりバックにこうやるっていうよりも、重くなっちゃうので、引き出す角度は、まあ、頭皮に対してちょっと100度ぐらいが一番ベストです。ちょっと後ろに引くぐらいがいいと思います。切りすぎちゃうので後ろにオーバーダイレクションさせる感じですね。はい、で顔周りも同様に切ります。大体100度ぐらいですね、バックに。はい、これで反対切り終わりました。はい、そうすると少しこう内巻きに髪の毛がなったの分かりますでしょうかね。で、この写真を見ていただくと分かるんですけれども、というこうスタイルですね。このぐらいの段が今入っているので、まあ、このぐらいでいいのかなっていう感じですね。これでさっきの跳ねたのがだいぶなくなります。こんな単純なカットが結構良くて、でさらにここにテイクセニングっていうのを入れると、もっと、この先ほど見せた写真のやつよりももっといいラインがちょっと作れるんで、はい、そういうテイクセニングを混ぜていく。でさらにこの、ラインを今度ヤスリがけしていくのに大バルタンで、ちょっと反対側はちょっと後で切るとしてちょっとやっていきましょう。で、大バルタン使う理由としては、今やったここをヤスリがけしていきます。全体をつなげていくってことですね。これで横のつながりを作っていきます。わかりますか。これで横と、縦はもう作ったんで、横とのつながりだったり、ちょっと馴染みづらい毛っていうのをもうここでちょっとね、指で R 状にしながら、こういう感じでちょっと取っていきます。はい、このように指で R、 こういう風になれっていうイメージをね、気持ちで切るみたいな感じですかね。ただやるんじゃなくて、単純な切り方なんですけど、この気持ちを入れることでそのスタイルになって、お客さんが結果やりやすいっていうようなスタイルになります。はい、ここでしっかり、大バルタンで、ヤスリ掛けをしていくことによって、より内巻きになりやすいかなっていう感じですね。こんな感じです。あとは先ほど外していたネープの、3センチの毛の部分だったりとかもちょっと全体にこれでつなげていきます。
でこれをやることによって全体がこうつながっていくんですね。でこれを引っ張るとちょっとあんまり良くないので、強いて言うと、まあ、どういうことをやってるかっていうと、よりこの入り側をこうコンベックスで切ったこの入り側をより柔らかく入るためにこれを入れてるんですね。ということは自然なコンベックスがここから作れるわけですね。ということは入りが綺麗でスッとこう入るコンベックスを作るのが、癖毛で一番内巻きになって収まる方法かと僕は思ってますので、そういう風にしております。今肩に当たってるんでここ跳ねてますけど、まあしょうがないですね。っていうような感じでこれでここが、内巻きに入ります。で左右ちょっとね、こっちちょっとまだやってないんですけど、見ていただくと収まりがこう全然違うのが分かると思うんですね。でクロス取るともっと分かるんですけど、カットだけでこんだけ変わるということですね。こっちはシュッと入ってますけど、こっちはもう思いっきり入ってますよね。これは乾かした時にこの差が出るので、シダーでうまくこう切ってあげる、そしてヤスリ掛けをしてあげるっていうのが一番の、いいカット方法ではないかなというふうに思いますね。はい、ということで、です。はい。で反対側も切ります。反対側ねちょっと難しいのが、こっちちょっとやりづらかったですね。立ち位置だけを、ちょっと気をつけていただいて、あとあれですね。立ち位置と、あとこれちょっと縦にやったのをちょっとこっちに寝かせるんですよ。わかりますか？ちょっとかなり高度かもしれないです。単純な切り方なんですけど、これかなり高度でこっちに内に持ってくる感じですね。そして切ることによってより、内巻きになりやすい、そしてノーテンションですね。それでカットする方がいいです。こういう感じでカットしていきます。まあ、自然とこれ今3センチ落としてるんですね。で取らなくても切れるようになってきますので、ただ最初は取って切ってください。そうしないと本当の正しいところっていうのが感覚で分かんなくなっちゃうので、できるまではちょっとこうで、あ、こうじゃない、ダッカールで止めながら、やってください。でコームは最後5センチ外します。指だけでシェイプしてみて、外す指だけシェイプ。なぜ指だけシェイプなのかっていうと、この方が癖毛だと綺麗に切れるからですね。テンションかかりすぎちゃうので、こういう感じでカットしていきます。はい、こんな感じで切って。でここに、台丸で少し内巻きをイメージさせていきます。ヤスリ掛けですね。これで左右、束ごとにこう横のラインにつながってないので、それを全体的になじませていくような感じですね。でこの台丸入れるときもなるべく内巻きをイメージしていかない、こういうふうに内巻きをイメージしていかないと、逆にこうやってやっちゃうと跳ねてきちゃうので、内巻きに特にこっち側ですね、こっちが跳ねやすいんで、特に内巻きに持ってくるようなイメージで、削っていった方がより内巻きになりやすい、そしてやりやすいということですね。はい、そういう感じでカットするのがベストかと思います。なるべくこの自然な癖毛の絡まりを、癖毛の重なりか、重なりを崩さない方が良くて、フォームで全部崩しちゃうんで、フォームは使いません。
まあ、結構こうずれてくるところがどうしても出てくるんで、そこは後でちょっとこう少しテンションかけてつなげて、上からこう持ってきてちょっとぼかしながらなんで、ちょっとセニングでここは全体やっていきます。そうしていくと、もうさっきの羽っていうのがだいぶね収まると思うんで、結構収まったでしょ。はい、結構ね、これでシュッと収まって、これクロスするともっとキュッとこうなるんで、それだけでもだいぶ違うのかなって感じがします。あとやっぱりこの表面の方のなんていうんですね、くせ毛で特有のなんかこうボワボワしたやつがどうしてもこれあるんで、まあ、うちではフラットリートメントっていうトリートメントで抑えたりとかすると、もうこれがなくなって、まあ、半年ぐらいも楽な状態続くので、まあ、それをお勧めしてますね。まあ、ちょっと大丸で取っていこうかなと。まあ、表面取りたいところなんですけど、だんだん短くなっちゃうんでね、中をちょっと取っていく感じですね。内巻きスタイルによってなんですけど、今日みたいなスタイルでは内巻きになりやすいようなイメージを作っていきます。ダイバルタンの向き的には、こういう感じですね。こっち側の向きでメガネを持ちます、はい、中の方をこれちょっと今テンション入れてるんですけど、ここはまた難しいところで、あえてここはテンション入れちゃうんですよ。で、戻る癖の戻るところを利用するので、中はテンションをかけてあえて切って、ゴムみたいにキュッと戻るときに内巻きに入ってくれるっていうような、ちょっとまあ高度なんですけど、少しここテンション入ってて、ここは緩い感じです。3分の1だけテンションが入ってるんですけど、あ、これだけ